誰かいますか？怪我人がいるんです。中で休ませてもらえませんか？お姉ちゃん誰？惜しいな。何ですか、あなた方は。何かあったのかと聞いているんですが。あの近くで怪我人を見つけて。怪我の状態がひどくてあまり動かせないの。それでここへ。怪我人、こちらへ。待つんだ、フェブロニア。この男は連邦軍の兵士だ。自分が何をしようとしているのか分かっているのか？敵兵でも怪我人に変わりはありません。困るんだよね。君はユーティック機関のレアリアンなんだよ。こんな場所にたびたびこもっていること自体問題だというのに。ユーティック機関？お願い、このままでは彼が死んでしまうわ。分かっています。彼をその奥の部屋へ。ふう、水垣博士にもう少しレアリエンの管理を厳格にしてもらった方がいいのかな。君はただでさえ貴重なトランスジェニックタイプだ。育成が完了するまで損耗するわけにはいかないってのに。勝手をしてすみません。でもこの人を見殺しにはできません。フェブロニア、兵を呼ぶつもりならお好きに。しょうがないな。こんなさますなことで君のメンタルバランスに問題が起きるのは避けたいしね。ここは不問ということにしておくよ。外の車の中に彼女の調整用の医療キットがあります。レアリエンのものですが、何もないよりマシでしょう。ありがとうございます。礼には及びませんよ。どうせ助かりっこありませんからね。